はいどうも、トロナツの個人チャンネル、動画プロチャンネルへようこそ。てつやの新居紹介ルームツアーかっこ前編。はい、ということで、僕は引っ越しをしました。引っ越しじゃない、引っ越しではないですね。新居を手に入れました。今の家に住みつつ、ここの新しい家を手に入れて、でドーンっていう引っ越しじゃなくて、まあ、順次ね、こういろいろ物を移してって、気づいたらこっちに住んでるみたいな感じにする予定なんですよ。なので、家具とか家電はもう、今の家にも普通に置いてあるけど、こっちにはこっちで新しい家電、家具を買います。ということでね、今回は今のところ揃っているものとね、あと綺麗な状態のこの結構なんもない部屋、その辺のね、間取りとかそういうのを紹介していきたいと思います。家具とか家電っていうとね、皆さん、あのね、大型の家電量販店、あの、エイデン、エディオン、エディオンとかね、ヤマダ電機とか、ニトリとか行って家具とか買うっていうね、イメージがあると思うんですよ。僕もそうでした。前回ね、そんな感じで。皆さんご存知のコムタウンに行きましてね、あのエディオンとニトリ両方あるところに行って、で家電も家具も買って、でちょっとソファーとかねこだわりたいなっていう家具の時は、あの皆さんご存知のファニチャードームに行きまして、まあそこちょっと高いんですけど、そこでねソファーとテレビ台とダイニングキッチンと、まあ、椅子とかを買いました。で今回はそうしようかなと思ってたんですけど、虫さんが引っ越す時にあのインテリアコーディネーターさんに頼んだっていうのを聞いて、なんかすごい良かったらしくて、もう僕も今回ね、家具だけはインテリアコーディネーターさんに頼もうと思ってたんですよ。この辺とかね、もうテレビの前はまあソファーが欲しくて、あっちにはテーブルが欲しいんですよ、みたいなこと言って、で、好みを伝えると、それっぽいなんかいい感じのやつをね、予算とか伝えたらその中で用意してくれて、じゃあそれでお願いしますって言ったら、もうそれを注文してもらって、もうここに届けてもらうっていうのをやってもらえるっていうね、なんて素晴らしい仕組みだろうということで、家具はもう完全にインテリアコーディネーターさんに任せました。で今話し合って、まあいろんな提案を聞いて、じゃあそれでお願いしますっていう段階で、家電なんですけど、もうエディオン行こうかなと思ったら、とあるあの有名 YouTuber の方に紹介していただいた方法があって、あのちっちゃな街の電気屋さんあるじゃないですか、あれ行くんだったら大型行けばいいじゃんってずっと思ってたんですよ。でっかいとこにいっぱい商品あるし、じゃなくてあのちっちゃいとこに行くと欲しいもののカタログとかね、いろいろ見せてくれて、でこう親身になってね話を聞いてもらって、でこんなのもありますよって相談をねさせていただいて、でお願いしたものをこう一気にこう持ってきてもらって、設置とかもやってくれるっていう方法があるということをね、名前出すとその人のチャンネルが伸びちゃって困っちゃうんで、あのモザイクかけますけど、はい、こちらのね動画の方で言ってたので参考にさせていただいてね、この方と同じ長坂電機さんにお願いして家電を揃えさせていただきました。ということで早速ね、向こうの部屋から順番に見てって家電だけを紹介したいと思います。では早速行きましょう。すいません、めっちゃ向こう行くとか言って、やっぱリビングから紹介します。いつも僕ね、引っ越しの時とりあえずこの人をダメにするソファーだけ持ってけばなんとかなると思ってるんで、今回もこれ持ってきたんですけど、他はもう全部新しく購入したものたちです。まあ、ここはとりあえずリビングですね。もう僕が立ってもこんぐらいの大きさ、まあ当たり前か普通のマンションですね。エアコンは元からついてたやつ、カーテンも元からついてたやつ、この辺もこれを変える予定ですね。でこっちダイニングも同じ、なんかこれもついてますけど、これも変えます。で最初に目に入っていたこちらの家電、こちら空気清浄機に見えるかもしれませんが、なんと空間清浄機でございます。空気清浄機ってのはこう吸って中のフィルターを通して綺麗な空気をこう吐き出すみたいなね、あの花粉とかウイルスとか除去して出すみたいな感じなんですけど、これはなんとこちら側についてるね、この水とあとこのタブレット、これが反応した空気をここから吐き出すことによって、ペットの匂いとかね、花粉とかそういうのを空気中で反応して撃退するみたいな、吸うんじゃなくてもこう吐き出して臭いを殺すっていうタイプのものです。はい、運転をピッと、これタッチなんですけどね、タッチで押すとここがまず開きます。あ、来た。ここが開いて、まあまあな勢い、ここに触れた空気たちは漏れなく臭くなくなってますっていうものですね。多分こいつがあれば、まあ、このリビングともう向こうの廊下とかその辺は臭くないんで、とりあえず安心で、次こっち、これあの包丁の研ぐマシーンですね。いるんかなこれ、早速いるかわからんやつ来ちゃいましたけど、キッチン周りで絶対いるだろうっていうものと、いらん気がするけどなんかあってもいいものっていう、この2種類を紹介していただいたんで、まあこれはね別にあってもいいもののジャンルですね。普通にこう電源挿してペチって入れると、はい、こうなってここにシャキン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 っていう感じです。はい、以上で、続いてこちら、もうこれねちょっとした目玉商品なんですよ。なんと全自動たこ焼き器、
これね、今言ったようにそのいらない気がするけどあってもいいものなんかないですかっていう風にね、電気屋さんに行ったら電気屋のね、お母さんがこれどうですかって言ってきて、いろいろ紹介してくれたんですけど、まあ本当にいらないものばっかり紹介していただいて、その中で唯一いらないけどいいかなって思ったのがこれだったんですよ。これなんとですね、ここのボタンをポチッと入れると、ほら、わかりますかこれ、今自動でひっくり返してるんですよ。今ここね、で次ここ、ほらで、ここ、こうやってこのいっぱいある足が順番にたこ焼きをひっくり返してくれて、何もせずともたこ焼きが出来上がるという機械でございます。でこれたこ焼きとかね、あんまやんないけど、なんでこれをね、僕が買うに至ったかというと、お母さんがね、これどうですかって言って紹介の映像を持ってきてくれたんですよ。で、まあ、たこ焼きこれを使ってる映像があったんですけど、なんか聞いたことある声だなと思って、よく見たらマスオさんの動画だったんですよ。で、あ、マスオさんもこれ紹介してるんだと思って見てたら、マスオさんこの機械が自動で転がしてった後にもう自分で竹串で回し始めちゃったんですよ。めちゃくちゃ意味ねえじゃんと思って、もう楽しくなっちゃってんじゃんと思って買いました。いいやつです、これはきっと。マスオさんが楽しむっていう商品はいいものっていう意味ですから。で、なんかこういうね、粉注ぎポットもこう専用でついてきてたり、タコタコパーティーって書いてあるね、ふざけた竹串もついてきて、もう楽しむためのグッズが全て揃っております。で、なんと偶然なんですけど、昨日ね、あの飛び出しんち行ったわけですよ、偶然ね。そしたら飛び出しんちの目の前にたこ焼き屋さんあるじゃないですか、あのボクシングジムのちょっと行ったところね。あそこに行ったら、なんと店長さんが YouTube 結構好きな方で、これよかったらって言って、そこのお店のね、特製のソースをいただいてしまいました。あっちち本舗、何でも合うオリジナルソース、こちらをちょうどいただいたということでね、あのぜひ使わせていただきます。皆さんも飛び出しんち行った際にはぜひこちらのあっちち本舗行ってみましょう。で、じゃあこっちのキッチン行きましょう。はい、チャットキッチンはこんな雰囲気です。まあ普通ですね、ちょっと広めで、まあ、IH で、この食器棚は前住んでた方が置いてってくれたみたいでね、買わずに済みました。ここの家電はね、買ったやつなんで、ちょっと順番に見てみましょう。まずこちらはですね、コーヒーメーカー的なやつですね、ドリップマシン。電気屋さんの方がすごいコーヒー好きな方で、もうおすすめされてね、電気屋さんの方も持ってたんで、現物見て、あ、じゃあそれ僕もくださいという風に買いました。もうここから豆入れて、でボタンピーってやったらもうここに出てくるっていう感じですね。ここのね、ボタンの重さがね、めちゃくちゃ心地よい、非常にいい感じの操作感というか気持ちがいいです。で、こっちがトースターですね。なんとここにあるね、この 5cc のこのカップに水を入れて、ここにスッと水を入れると、めちゃくちゃ美味しいトーストができるっていう商品ですね。もうトーストを美味しくすることだけに特化したトースターです。で、ここね、トーストのこの時間とか、チーズトーストとか、フランスパン、クロワッサンとか、こう やる時間とかが書いててね、わかりやすくなってます。で、こちらが電子レンジなんですけど、もうこれは多分ね、一番いいやつだと思う。何がすごいって、こう一回パカッてやって電源入れると、ほら、ここタッチパネルになってて、で、ここの飲み物とかね、押すと牛乳とかコーヒーとかね、多分ここは熱燗作ったりとかできたり、料理酒を押すとビストロおすすめ、簡単煮物、根菜の煮物で、メニューが出てきて押して決定ってやるとね、ほら仕上がりとか選べて、でスタート押すとこれで始まるっていう、やめてっていうものですね。料理がもう何でも作れる、多分やらないんだけどね、一応買ってきました。で、今日紹介する中で多分一番高いものがね、こちらの冷蔵庫でございます。これなんとね、超絶ミラーでもニトロ爆弾が丸写りになるわけですよ。油断してたろ今。油断してた今。びっくりした。急に映るんですよ、こうやって。もう全面ガラス張りでね。ほら、ここ見てください、ここ。これタッチパネルになってて、こう、メニューをね、表示することができます。で、中はこんな感じ。まあ、広々としたいい感じの冷蔵庫ですね。何不自由なく物を入れることができる。で、ここに真空チルドルームってあって、肉とかをね、鮮度を保ったままほっとけるというものですね。で、キッチン、あとここに2つあるんですけど、もうこれね、僕は非常にお気に入り。まあ、簡単に言えばティファールみたいなお湯を沸かせたんですけど、これどうですかっておすすめしてくれたのがね、これで、なんと透明なんですよ。これ珍しくないですか、この感じ。これを紹介してもらう頃には、電気屋さんもね、僕の好みを非常にもう、把握していらっしゃってですね、絶対これ好きだと思いますって言われて即決しました。電源入れると、まあ普通にね、ティファールみたいに沸かし始めるんですけど、ほら、モワーンってこの温まってかげろうみたいになってるのがわかるでしょう。で、ほら、ボツボツと気泡が出てき始めて、で、これが温まったら中でもうお湯がグワングワン踊るわけですよ。ほら、来た来た、踊ってるよ。ほら、フィーバータイム、フィーバータイム。ほら、すごくない、この透明なこの感じ。踊っとる踊っとる踊っとる、すごないこれ。
おーら来た。なんかこっち左からね、時計回りにこうぐるぐる回るんですよ。なんかすげえかっこいい、これがいいね。これお気に入りでございます。で最後こちら、これミキサーですね。これただのミキサーじゃなくて、なんと最強のミキサーでございます。電気屋さんにこれ最強ですって言われて、じゃあくださいって言って買った最強のミキサーです。まあ説明で言うとまあ以上なんですけど、まあ、威力見てもらえばわかるかな。そもそもレベルが2つあるんですけど、この下のレベルでもまず1から10段階まであって、一番しょぼいやつ、これ下のレベルのレベル1ね。スイッチオン。まあまあまあ普通のやつじゃないですか。でここのねバーを1から順番にグイーンって、あああああ、でハイにするよ、ハイに。ああ、すごーい。ああ、なんてこったといった具合ですね。はい、もう空飛ぶかと思いました。びっくりした。あー、危ね。早く飛ぶとこだったっけ。っていうやつですね。伝わりました。今の音のうわーっていう音の大きさで多分大体分かったと思うんですけど、そんぐらい何でも砕けちゃうよっていうすごいミキサーです。めっちゃ忘れてました。1個だけあった。はい、ここに収納してあるこちら。パナソニックの炊飯器でございます。これはもうね、値段的にも最強のやつですね。はい、説明は以上です。はい、ここがリビング、ここがキッチン。そして向こうの部屋行きましょう。いや、向こうの部屋行く前にさらっとここだけ紹介しよう。和室がございます。今の家も和室があって、いろんな友達が泊まりに来たりとか YouTuber が泊まりに来たりとかしてたんですけど、そんなような用途がこちらでございます。まあ普通の 1,2,3,4.5 畳の和室ですね。和室はちょっとちっちゃくなっちゃいました。まあ2人寝れたらいい方かなっていう感じですね。で、押し入れがあって、電気が、まあ、備え付けのちょっと和風なやつがあると。以上、こっち行きましょう。ででーん、こんな感じになっております。玄関は一番奥のあの扉の右側にあるんですけど、まあ、順番に見ていきましょう。リビングから出て一番最初のここが風呂場ですね。ででん、あ、危ない危ない。今回買った家電、これもめちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、こちら洗濯機。すごくないですか、この見た目。伝わるかな。鏡張りみたいになっててね、正面から撮るとここもここも鏡で、ドラム式のやつですね。はい、わかります、この鏡っぷり。はい、こんな感じのね、まあ横向きの至って普通な洗濯機ですが、まあ正面かっこいいよっていう感じのやつですね。ここに電源があって、ポチッと押すと、お洗濯お疲れ様、槽内のカビ予防にプラズマクラスター総クリーンがおすすめです。かわいいこと言ってくれるじゃないの。ん？聞いて聞くよ。聞いてキーを3秒間タッチすれば無線 LAN の接続設定ができますよ。らしいです。ここ3秒間押すと無線 LAN なんか繋げれるけど、今 Wi-Fi ないんでできないですね。聞くよ。聞いてキーを3秒間タッチ。キーをさ、クラウドサービスに接続すれば毎日お天気情報をお知らせしますよ。繋いだら天気を教えてくれるらしいですね。別に洗濯機に特に天気は求めていないので、そこはいいです。ピッつって、で洗面所がこんな感じですね。綺麗な洗面所です。洗面所映すと家バレるって言われたんだよな。気をつけないとやばい。もう気をつけてないけど、この感じ本当にわかんのかな。洗面所ってなんか特徴的っていうか、結構家によってねなんか違うらしくて、わかりやすいんですけど、とてもわかんないでしょこんなのじゃ。で風呂場ね、ちゃんと乾燥機とかついてて、こちらの電気をつけて一回中を見てみましょう。オープン。ででーん。まあ普通ですわね。綺麗な風呂ですよ。ね、ここにお風呂があって、まあシャワーがあって鏡があって門を開けてって感じですね。ここは普通のお風呂でございます。はい、ここの風呂場を出て、でここもさっきの和室とつながってる扉。で次ここですね。まあなんか入れれるよっていう収納が、この家結構収納多くて、まあこういうとこがちらほらあったりなかったりします。ここも収納で、次ここかな。ここが押し入れ的な感じですね。はい、もう結構広くて、なんなら人住めるんじゃねぐらいの空間ではあります。もうこれリビングとか各部屋の電気さっき全部変えてもらったんで、今ちょっと保管してありますけど、まあ、ここにね本棚とか置いて、まあ、基本的に物置にしようかなって感じですね。なんかあったらニトロ爆弾ここに閉じ込めて完成させます。でここの押し入れを閉めて、ここ真正面の部屋、こことそことそっちに、まあ、3部屋あるんですけど、まあ、1つ目の部屋見てみましょう。こちら前の方がねカーテン置いててくれたんですけど、まあファンシーなねカーテンがあります。あれは買えます。でここのねエアコンも全部ついてて、6畳のまあ至って普通の部屋ですね。まあクローゼットもあって特に何の変哲もないです。ここの部屋の
使い方、これは後編でお伝えしたいと思います。なので特に説明せずに次行きましょう。で、次順番的にはまあトイレですかね。何の変哲もないですね。今なぜかここのね、よくある、まあ、連続でずっとつけるやつ、あと自動で人が入ったらつけるやつで、切るスイッチがあるんですけど、切るとこちらでございます。はい、ここでね、まあ見た目は変わんないんですけど、ここもさっきの部屋と同じ6畳の部屋で、クローゼットがそこからここに変わっただけで、カーテンも前の方がつけてくれてたと。で、ここは撮影部屋にするつもりです。撮影と編集部屋、まあ、YouTube 部屋か。ここにソファーを置いて、ここで座って机を置いて、で撮影で編集はここに机を置いてパソコンを置いてってやるつもりです。今の僕の住んでる寝室っていうか自分の部屋をこう2つに分けて、もうここで個人チャンネル撮ったり編集したりっていう、まあもう寝る部屋と分けようという計画ですね。まあ、ここは多分今後ね、個人チャンネルで一番見ることになる部屋だと思います。ただカーテンは変えるんで、まあ面影はなくなるかな。はい、で最後こっち行きましょう。はい、この玄関入って目の前ですね。目の前というかこう入ってすぐの部屋、ここが僕の寝室でね。ちょっと待ってよ。ピッとこちらです。どうぞ。こんな感じですね。まあ、カーテンは相変わらず前回の方がつけておいてくれた可愛いやつ。ここはちょっとクローゼットがね、他の部屋よりは広めのいい感じのやつは備え付けられております。で、ちょっとね、買っちまった家電がね、ここに何個かあるんですけど、それを紹介させてください。1個目こちら。やばい、外見えたら死ぬ、バレる、やばい、終わる。なんと消臭ハンガー。これはなんとここのボタンを押すとね、消臭が始まるんですよ。はい、いきますよ。ピッとっていう感じで、こことかね、こことかに穴があって、こう空気でね、ナノイーです。これの消臭のこのね、服用のやつと一緒に、まあ、セットっちゃセットっぽい感じのやつがあって、それがこちら。なんとこれは靴の消臭する機械で、ここをパコッと外して、ここに、ここをね、両足スポッてはめて、また同じ感じで電源入れると、消臭が始まります。で、これもね、これも普通のモードだと5時間で、長押しのロングモードにすると7時間。まあ兄弟っぽい商品ですね。パナソニックさんのやつでございます。まあ別にそんなこれね、僕足臭くないんでいらないんですけど、まあ一応ね、あのうちに遊びに来た足臭い人のために取っといたって感じですね。で、いろいろと紹介してきましたけど、もう一番ね、僕のおすすめしたい商品がまだ残ってます。なんとこの部屋にあるんですけど、ないじゃんと思うじゃないですか。見てください、これ。そう、電気でございます。なんとですよ、こちらの電気ですね、こうなってますよ。見てください、プロジェクターがついてるんですよ。今夜の7時37分33秒34秒35秒36秒37秒あーあーポイーン35 51 50、あー、ふんが変わるよ。ポイーンっていう商品でございます。すごくないですかこれ。いや待てよ、この紹介だと時計が映し出せる電気だと思われてしまう。甘いね。待っててくださいよ。じゃん、こちらのリモコンを使えば、なんとピッ、ほら、まるでね、最近のスマートテレビって、まあ、いろんなね、テレビにテレビ以外の機能がついてるじゃないですか。そういう感じで、なんと Amazon プライムビデオ、 Netflix、 YouTube、 ABEMA、 DAZN とかね、もういろいろあるわけですよ。これをね、なんと寝ながら見ることができるという商品でございます。ちょっとこの美風景見てみましょう。ちょっとこれつけて、ほら音もね、上から流れるんですよ。じゃあ一回電気消しますよ。ピッ、どうよ、すごくないこれ。でピッてやったらね、ほら風景も変わるんですよ。ピッつって、ほら眩しい、すごくないこれ。まあ、風景もね、映し出すことができるし、ちょっとこのね、モードを変えると、これ窓、ほら、もう外じゃん、ここは、こんなことしたらもうそこは外じゃんっていうモードもございます。見られちゃうよっていうね、ここら辺の人たちから見られちゃうよ、どうしようっていうモードだったりね、まあ、望遠鏡でこうやってね、宇宙を見ることもできるし、こうやってほら、もうちょっと変えるだけでね、飛行機の中になるわけですよ。雲の向こう、何がなんだか分かんねえなこれ。
あんま使わんだろうな、この瞬間は。おー、まあ、うん、潜水艦、うん、まあこれもいいや。本日もおすすめ壮大だ。まあ、いいんですよ、こういうものがあるんですよ。ネットに繋げました。じゃあ早速 YouTube 見てみましょう。はい、こちら YouTube、 じゃん、ほら、もうテレビじゃん、テレビじゃんっていうか、そもそもテレビで YouTube 見れることがそもそもすごいんだけどね。もう数年前とかまではね、パソコンで見れたり、まあガラケーで見れたりで、それがスマートフォンで見れるようになって、それが気づいたらテレビで見れるようになったと思ったら、なんと電気で YouTube が見れる時代ですよ。もうせっかくなんで一番最初に出てきたはじめ社長見てみましょう。こんにちは、はじめ社長です。私は今日、世界の常識を変える数々の YouTuber が、はい、で、まあ、YouTube が見れるのは、まあまあまあ、まあいいやって感じなんですけど、Netflix もね、まあいいよ。Amazon プライム、まあいいよ。ただちょっとね、普通だなっていうラインナップじゃないですか。そこでなんとこちら、着せ替え時計。こいつの遊び具合見てください。ででん。はい。さっきまでね、ここに表示された時計。なんと、こうやってね、自分で好きな柄にすることができます。これ僕がネットで拾ってきて、ここに合わせてね、切り取ったキャプテンアメリカの盾なんですけど、これちょっとボタンでね、登録したやつ変えようと思うと、はい、なんと、僕のポテト丸の時計も出来上がってしまいます。さらに、ニトロ爆弾、こいつに見守られながらね、こう生活して、うわ、うぜーってなることもできるし、ああ、御曹司ウーム入ったんだなって、こうやってちょっと感動しながら過ごすこともできますし、はい、このようにね、なんか、ちょうどよくすることも、できます。ちなみになんか、ここの股間から黒いの出てんのあれだなと思ったら、アプリでここの針を白くすることもできます。っていう遊びがね、ある機能でございます。あと今日の月とかね、今日どんな形なのかなと思ったら、見ることもできます。はい、今日は柵。柵ですね。はい、今月の月はこのようになっております。参考にしてください。まあ、こんなもんかな。あと、ヒーリングライトっつって、音楽とライト。こう電球がね、ずっとぼやーっと流れてたり、こういう電球、あ、こういう傘がついてるやつもあるし、ここで上を押せばね、このスタンドにできたり、キャンドルにできたり、音楽を変えることもできる。で、音楽オフもありますね。で、キャンドルだけをこうやって眺めたりとかもできます。はい、いかがでしょう、こちらの商品。これなんと、これだけしっかりとした明るさ、なんとね、ライトの調整もちゃんとできますよ。色合いもね、真っ白にしたり、あったかみのある色にしたりとか。で、こう時計を出したり、YouTube 見れる、Netflix 見れる、Amazon プライム見れる、お気に入りの写真とかをこうやってね、なんかランダムでこう、パラパラ表示させることもできる。で、Bluetooth で音楽だけを部屋に流すこともできる。そんなこの商品、なんと税込み8万円100個買っていい。このクオリティだったら100個買っていい。迷いました、100個買おうか。嘘です、すいませんでした。はい、こちらの商品ね、もう気になった方はぜひね、購入を検討してみてください。電気屋さん行ったら多分このポップイン嵐、こちらの商品のこと言えば多分ね、電気屋さんだったら伝わると思うので、気になる方はぜひ行ってみてください。ということで、以上前編でした。まあ、後編はね、家具が揃って、あと家電もね、まだテレビとか来てないんで、その辺が来たら紹介したいと思います。ただちょっと先になると思うのでね、部屋の間取りだったりテレビとか以外の家電、この辺のだけの紹介になりますが、まあ、しばらくお待ちくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。